離散数理工学の第6回です。ですね、今日は飛行差経路の数え上げという話をやるんですけども、前回まだ、残っている部分があるので、まずそこからやっていきます。で、前回何をやっていたかというと、行列式とパーマネントという話をしていて、ここに書いてあるのは定義ですね。定義もう一回思い出してもらって、この期間の符号がついていないのがパーマネントということでした。で、パーマネントを計算したいんですけども、なんで計算したかったかというと、2部グラフの完全マッチングの数え上げに関係があるからということを言ってました。これですね、ちょっと書いてますけども、こういう2部グラフがあったときに、そこからこれ、二部隣接行列と呼んでましたけども、こういうものを作ると、この行列のパーマネントが、この元のグラフの完全マッチングの総数に一致するというわけでした。で、そういうことがあるので、このパーマネント計算したいんですけども、パーマネント計算するの難しくて、なかなか大変なんですけども、いろんな場合というか、ある場合では、このパーマネント行列、パーマネントを計算するために行列式を使えるという話を少ししました。でですね、実際にどういうふうにやるのかっていうと、こんな感じで、この、2×2 行列があったら、この右上のですね、成分にマイナス1をかけて、マイナス1、2としてあげると、このように変えた行列、今ここでは B と呼んでますけどね、B と呼んでますけども、このような行列の行列式が元の行列のパーマネントに一致するようになるということです。で、このように、各成分に、プラス1かマイナス1をかけて、作った行列の行列式と元の行列のパーマネントが一致するようにできますかってことを考えているというわけでした。で、前回どういうことをやったかというと、ですね。そうかそうか、ちょっと一個戻って。どういうことを考えたかっていうと、この行列の各成分に1かマイナス1かけるので、そのマイナス1をかけるっていうのは、そのグラフにおいて、そのマイナス1の辺っていうのがあるというふうに思いましょうとですね。そして今これ3と3プライムを結ぶ辺を今マイナス1だとしてるんですけども、その時には、この3、3成分がマイナス1になると。こういうふうに考えてるわけですね。で、こういうふうに考えてどうするのかというと、この行列式の、ですね、この行列式を作ったときに、このその項が出てくるんですけども、その項の、係数ですね。係数が全部同じになるようにしたいということを目標にやっていたわけです。はい。で、そのために何を考えたかというと、今ですね、この完全マッチング、そのグラフの完全マッチングを一個こう考えると、それは、それに対応する、項というのが行列式に出てくるわけですね。この M というのがあったら、この M に対応する項が、この行列式に出てきます。で、どういうふうに出てくるかというと、それは行列式なので、まず、この、完全マッチングに対応する置換の符号が出てきます。この置換はどういう符号、置換かというと、1が1に対応して、2が3に対応して、3が2に対応する。というような置換ですね。だから、その置換が今、左側に書いてあると思ってもらうと、この場合、この置換の符号というのは、こういう図を書いたときに何回交わっているのかってことを見るわけですね。で、この場合、1回交わっているので、1というのは奇数なので、その置換はマイナス1になるということになります。で、一方で、その行列式には、この置換の符号だけじゃなくて、この行列の成分の積ですね、が出てきますと、これ11成分と23成分と32成分の積ですね。で、それは1かマイナス1か、0になってるんですけども、これ、今辺を取ってるので、必ず1かマイナス1になります。で、それを掛け合わせると、1かマイナス1が出てくるわけです。で、それ今、イプシロン M というふうに呼んでますけども、
で、これ全部計算すると、符号も1かマイナス1であって、後ろのこの、イプシロン M っていうのも1かマイナス1ですから、全体として1かマイナス1が出てきます。で、これが全ての完全マッチングにおいて、等しくなってほしいですね。1かマイナス1という、その、どちらを取るのかっていうことが、等しくなってほしいので、2つ完全マッチングを取ってきたら、それに対して、その、積ですね。符号の、置換の符号の積と、イプシロン M っていうのが、必ず等しくなってほしいということです。で、これが成り立っているように、うまく符号を付けたいと。変に符号を付けたいということを考えていたわけです。で、実は、この任意の完全マッチング M と M プライムに対して成り立ってほしいというのは、実は、一つの平方分だけ違うマッチングに対して、この等式が成り立つことを示せば十分だということを、最後で、前回やりまして、どういうことかっていうと、二つ完全マッチングを持ってきたら、その差というのを見てあげましょう。差というのは対称差ですね。対称差っていうのは前のこと、これですね。こういう。M と M プライム対称差と 呼ばれるものがあったときに、まあ、それを今図示すると、まあ、こんな感じになるわけですね。こんな感じになります。で、これは完全マッチングを2つ持ってきて、その一方にしか含まれてない辺をこう持ってきたわけです。で、そうすると、ここに現れるのは、こういうふうにその、いくつかの経路、バラバラの経路にこう分かれるってことが、その、もともと、赤と青い、この M と M プライムが完全マッチングだったということからわかります。これ前回も言いました。そうすると、この M と M プライムの対称差ですね。この中に入っている辺の符号の積というのは、このバラバラに分かれた経路の中に現れる辺の符号の積。こういう形ですね。で、かけるってこともわかります。バラバラですか。ですね。で、実はこの経路っていうのはどういうことになっているかっていうと、こうですね。まあ、もともとこう M っていうのがあったら、M に対してこの C1 っていうので赤と青を入れ替えてあげると、M という完全マッチングから別のまた完全マッチングができます。で、この次に、じゃあ例えばこの C2 っていう、経路に沿って青と赤の辺を入れ替えてあげると、また別の完全マッチングができます。完全マッチング。できます。これ M2 と今言ってますけども。じゃあ次に、じゃあこの C3、すみません、C3 に沿って赤と青を入れ替えてあげるとどうなるかというと、また別の完全マッチングが得られるわけです。これ今 M3 と言いましょうと。で、その次に、この C4 に沿ってまた入れ替えてあげると、元というかその M プライムというですね、この初めに比べた完全マッチングが得られます。で、こんな感じで、経路に沿って入れ替えるということをやると、2つの完全マッチングを順番にこう作っていくことができるわけです。で、重要なのは何かっていうと、この M と M1 っていうのは1個分の経路しか違わない。C1 分ですね。しか違わない。M1 と M2 っていうのもこの C2 という経路分しか違わないという形で、その1つの経路分しか違わない完全マッチングを使うことで、M と M プライムが移っちゃうことができるということがわかるわけですね。そうすると先ほど M と M プライムの間である等式が成り立っていてほしいと言ってたんですけども、その等式っていうのはその任意の完全マッチング M、M プライムに対して成り立ってほしいと言ってたんだから、M と M1 に対しても成り立っていてほしいし、M1 と M2 に対しても成り立っていてほしいし、M2 と M3 に対しても成り立っていてほしいわけです。もちろん M3 と M プライムに対しても成り立ってほしいわけですね。こんな感じになるわけです。今教えたところですね。成り立っていてほしいこと、言ったことです。で、これ一般的に言いたいわけですけども、一般的に言うためには、つまり、この M と M1 っていう一つ分経路が違う任意の完全マッチングに対して、この一つの等式が成り立っていれば、その一つ分の経路が違う完全マッチング全に対して必ず成り立つということになるので、この他のところの等式っていうのを全部成り立つことがわかるわけです。だから一つ分の経路だけ違う二つの完全マッチングに対して、この等式が成り立つということが証明できれば十分だということになります。今前回の復習してますね。で、じゃあそれがもう少しちゃんと書いてみるとこんな感じになる。その M と M1 は C1 分だけしか違わない。この C1 分だけ違うっていうのはこの C1 と対称差を取ってるという形で書いてますけども、で、そうすると、一番下に書いてあるこの式が成り立てば、先ほどの等式が成り立つことがわかります。何かというと、M に対応する符号、置換の符号と、
符号が、M1 に対応する時間の符号かける C1 という辺に現れる、あ、C1 という経路に現れる辺の符号の積でかけるということが分かれば、良いと。だからこれが、ね、成り立つように、グラフの辺に1か -1 という重みをつけるということをやっていきたいということを言っていたわけです。で、そのために、前回は、この、M に対応する置換の符号と M1 に対応する置換の符号を比較するってことをやってました。で、まあ、結論だけ言うと、これですね。ここのまとめって書いてある、ね。M の、に対応する置換の符号っていうのは、M1 に対応する置換の符号であるか、それにマイナスをかけたものかどちらかなんだけども、それは、この経路の長さ、を4で割った余りで決まりますということになります。経路の長さを4で割った余りが2であるときにはプラスになって、それが0のときにはマイナスになると。こういう形になっています。ちなみに C1 っていう経路は必ず長さが偶数の経路になります。2部グラフだから。そうなんですけども、こうですね。で、そこまでが、前回の復習です。今、もう一度言うと、この上の式ですね。この式を成り立たせたいと思っているときに、この左辺にある M に対応する置換の符号と M1 に対応する置換の符号を比べましたということを言います。で、ここからの話は、まあ、この、ここまでのまとめで書いてあるこの式だけ分かっていればよくって、例えばその M に対応する置換が何だったかということはちょっと今忘れてもらっても大丈夫です。で、今からやるのは何かっていうと、あと残ってるですね、このイプシロン C1 というこの C1 に現れる辺の置換の、あ、違いないね。C1 に現れる辺の符号の積っていうのがどうなのかってことを考えていきます。それが今からやることになります。ここまでいいでしょうか？ここまでが前回の復習になります。いいですか？いいでしょうか？で、じゃあ今からですね、この C1 に現れる辺の符号の積っていうのを考えていきます。これはどうなのかってことを考えていきます。で、今ですね、この下に書いてある、まあ、この経路ですね。これが仮に C1 であるとしましょう。C1 であるとしましょう。でそうすると、これ、まあ、今、この、こういうのはその格子を考えてるんですけども、ですね、今、C1 っていうのはその格子の辺をたどって、経路に戻ってきてる形になるわけです。そうするとですね、この中にはいくつかの この単位正方形というのが詰まってるわけです。まあ、こんな感じですね。まあ、この S1 とか。S4 と書いてある。これ、その、この、経路の中に収まっている、その格子の一番小さな正方形ですね。正方形があるわけです。で、この場合、まあ、9個、正方形があるということになっています。で、そうすると、重要なのは何かっていうと、今ですね、この C1 の辺の符号の積ですね。この周りに入っている符号の積を考えるんですけども、だから、まあ、これ、初めの等式クラー定義ですね。エプシロン C1 の定義です。で、これは下のように、この単位正方形の周りの符号の積で書き換えられますよってことがわかります。例えばですね、今、C、S1 っていう正方形があったわけですね。で、S1 っていう正方形には辺が4つあるわけです。辺が4つあります。で、その辺の4つのうちの3つは、この外周ですね。この外周に沿って現れてるわけです。でですね、今この右の方の式見ると、ここにですね、その S1 に入っている辺に関して、その E の符号、イプシロン E ですね、をかけなさいと言っているので、この、今青で書いたところの、積には、この C1 の中に含まれていない、この S1 の、ちょっとこの書き方は、ここですね、この、S1 の辺であるけども、C1 の辺でないものっていうのも出てくることがわかるわけですね。この青の、この積の中には。でも、これ全部かけると、これ実際一致しますってことがわかります。なんでかというと、これ全部かけるってことは、これ同じことを S2 にもやるわけです。S2 にもやるってことは、S2 の周りの、この4つの辺ですね。これについても、この符号の積を取りましょうということをやります。そうすると何が起こるかというと、この C1 というですね、この経路に現れていない S1 の辺と S2 の辺っていうのがあるんですけども、この部分っていうのが、この右辺の積ではちょうど2回かけられていることがわかるわけです。
いいですか。そうすると、この S1、この S1 と S2 にですね、が共有している辺があるんですけども、この符号は、プラス1かマイナス1なので、それを2回かけると、どちらの場合でもこれ必ずプラス1になるわけです。いいですか。だから、この右辺の積の中では、この2つの正方形に共有される辺の符号というのが必ず2乗で出てきて、それ必ず1になるわけです。ですか。だからそういうものは、まあ、積の中では、まあ、消えると言ってしまっていいと思いますけども、消えてしまって、この経路のに沿った辺の符号の積に一致することになります。いいですか。ここまでよろしいでしょうか。でそうすると、何がわかるかっていうと、この今この外周ですね、この経路の中に現れる辺の符号の積を計算したいというか、わかりたいと言っていたんですけども、それは、それを構成する一つ一つの正方形に現れる辺の符号の積がわかれば十分だということがわかるわけです。なんかその一個一個の正方形を今から見ていきましょうということをやります。よろしいですか？それで、じゃあそれ一個一個見ていくんですけども、そのためにどうするかというとですね、ピックの公式というのを使います。ピックの公式って聞いたことありますか？なんかあれば反応。なんかサムアップかなんかしてもらって、なければ、涙流すジェスチャーとかしてほしいんですけども、あります？知らない人います？知らない人いたらちゃんと説明するんですけども、みんな知ってれば説明しませんが、いいですか？じゃあ、じゃあ涙のジェスチャー出てきたので説明しますね。これ一応演習問題になってますけども、どういう設定なのかというと、書いちゃった。格子の上にですね、まあ、二次元ですね。多角形があります。まあ、多角形っていうのはその、まあ、こんな感じですね。多角形である必要はありませんけども、まあ、自己交差がないような多角形だと思ってください。で、その頂点は必ず、この格子点に乗ってるとしてください。そういうのを、ま、格子多角形と言ったりしますけども、まあ、これ、名前は重要じゃないです。頂点を格子点とする多角形というのが重要です。で、その面積というのは、実は、この、多角形のですね、周上にある点の数と内部にある点の数で決まりますというのがピックの公式です。ピック、これ人名ですね。人名ですけども、これ P に読めないですね。ですね。で、どういうふうに決まるかというと、この、今青で書いてあるのは、これ内部の点ですね。中に、多角形の中に収まっている点の数です。で、それ今 I としましょう。この例はやっぱり33です。で、周にある、この辺の上に乗ってる点の数数えます。これ今 B とします。これ今13です。13です。で、そうしたら、この多角形の面積、まあ、S と書いてますけども、それは内部にある点の数、青ですね。と、境界上にある点の数、B の半分、マイナス1であるということが言えます。これ正しいです。これを証明するのは演習問題ですけども、だからこの例の場合ですね。この下の例の場合は、I と B がそれぞれ33と13なので、上に沿って計算するとこれ2分の77になると思います。2分の77なので、あ、これ本当にそうかなって、ちょっとこれ数えるの大変ですけども、まあ、そうなるということが、この公式からわかります。まあ、気分としては、例えばですね、こういうなんか一番小さな三角形ありますよね。この三角形。これは、面積、これ2分の1なんですけど、じゃ、I と B 何かっていうと、内部には点ないのに、これ I は0です。で、その、周りには、周りというかその、多角形の境界の上には点が3つあるので、B3 になります。で、そうだと思って、じゃ、このピックの公式の右辺にある I プラス2分の 1B マイナス1、これ計算すると、これは0プラス、2分の1かける3マイナス1ですから、まあ、2分の1ですね。ですね。だから合ってますね。面積2分の1。一致してますね。いいですね。まあ、こんな感じになってます。はい。で、何かというと、これを使ってきます。どう使うのか。だこれその多角形に対して使えるので、先ほどのですね、この経路ですね。経路も、この格子、
点に頂点を持つ多角形であるというふうにこう見なせるわけですね。見なせるか、まあ、そのものなわけです。から、そこにピックの公式を使ってみましょう。で、そうすると、例えばですね、今ここを見ると、この平面とこの中には単位正方形9個入っているわけです。9個入っているので、面積は9だとわかります。ですね。で、i は2です。i と2っていうのはこの内部に2個点が入っています。内部に2個点が入ってますから、先ほどのこのピックの公式を使うと、b がわかるんですね。今これ、この公式は s イコール i プラス2分の 1b マイナス1だって言ってるわけだから、s と i がわかれば、そこから b が得られるわけです。で、そうやって使うと、この今の下の例だと b は、こうなりますね。16になります。b が16とは何かっていうと、この周ですね、この周りに16個点があるって言ってるわけだから、この平路の長さが16だとわかります。だから、この使っている正方形の数と、その中にいくつ点があるのかってことで、長さがわかるわけです。知りたかったのは、長さというか、この、平路の、辺の符号の積なので、この長さっていうのが重要な情報なんですね。で、これどう使うのか。まず実際やってみると、今から一般論、なんですけど、何かというと、やるのは、ピックの公式から平路長の情報を抽出したいってことをします。そうすると、まず、これ、ポイントは何かというと、先ほどのように作った、この平路ですね。二つの完全マッチングの、対象差として現れるような平路を考えていたわけです。そうすると、そのような平路の内部に現れる、点の数というのは必ず偶数になります。必ず偶数になります。なんでかっていうと、今、ちょっとこの、模式的に書きますけども、今なんかこの、これ平路ですね。こう平路っていう、こうシーツでこう、これが平面上にあるわけですね。で、例えば、その内部に、奇数個点があるとしましょう。例えば5個。5個点があるとしましょう。で、そうすると、この時に、この完全マッチングっていうのがどのように作られていたのかってことを思い出すわけです。思い出すわけです。で、そうすると、この C1 っていうのは、この C1 ですね。この C1 っていうのは先ほどの言い方で言うと、この赤い辺と青い辺が順番に繋がってできてるわけですね。で、一方で、例えばその赤いマッチング、赤い完全マッチングに注目してみると、それらはこの内部にある5つの点を、同士を繋がなくちゃいけないわけですね。なんでかっていうとですね、例えば、この中からですね、外に、この、この C1 の外の点と、その完全マッチングの辺を使って結ばれるようなことがあると、この C1 の辺と、この完全マッチングの辺は交差しちゃうんですね。しかし、もともと考えているこの二部グラフというか、この格子においては、どの二つの辺も交差しませんから、こういうことは起きないわけです。ですから、だからそうすると、その完全マッチングが使っている辺っていうのは必ず、この C1 の中の点同士をこう結ぶってことになります。そうするとですね、これはそのマッチングですから、この中に、この中っていうのはこの C1 のですね、中に奇数個しか、奇数個頂点があるとすると、これ1個余ってしまうわけです、必ず。矛盾ですね。だから必ず、この C1 とか、まあ、この、完全マッチング2つから作られた平路、対象差の中に現れる平路の内部には、偶数個しか点がないということがあります。更新がないということがあります。だから、先ほどのこの i は必ず偶数になります。この場合もこれ2個ですね。必ず偶数になります。ってことは何が言えるかっていうと、今ですね、ピックの公式から b というのは 2×s-i プラス1とかけるというふうに言ったんですけども、i は必ず偶数です。i は必ず偶数です。だから、モッド4を取ると i は消えます。もともと2倍ありますからね。2×偶数は4の倍数ですから、モッド4を取るとこれ消えます。いいですか？これ 2s プラス2になります。2s プラス2っていうのは何かっていうと、まあ、この s が偶数であるか奇数であるかによって値が変わってきます。s が偶数だったら、またこれは 2× 偶数だから、これ4の倍数になってしまって、モッド4を取ると、これは2になります。一方で s が奇数だったら、これ0になります。モッド4で。よろしいですか？よろしいですか？そうすると、このなんかモッド4を取って何かになるっていうのは、先ほどの、その、完全マッチングに対応する、置換の
符号の話と、なんか合ってくるわけですね。どういうことかというと、あ、じゃあどういうことかの前に、で、今ですね、合ってくるわけです。合ってくるわけです。っていうふうに結論で。で、じゃ仮にですね、各単位正方形に対して、S に対して、その辺の符号の積がマイナス1となるように符号付けができると仮定しましょう。仮定しましょう。これ仮定です。で、そうすると先ほどもですね、この C1 に沿った辺の符号の積っていうのは、その中に入っている正方形の符号の積だってことは、これさっき言ったんですけども、でそうすると、各、これ一個一個ですね、一個一個の単位正方形の符号が今マイナス1であると仮定しているので、これ仮定ですね。仮定しているので、その積というのはマイナス1の形状になります。これ仮定からになりますね。でそうすると、これマイナス1の形状っていうのは、K が偶数だったらプラス1で、奇数だったらマイナス1になります。K が偶数か奇数か。つまり、この周りの長さが偶数か奇数かっていうのは、先ほど言った通り、先ほど言った通り、ちょっとですね、まあ、言おうとすることは間違ってるので、もう一回言います。K が偶数か奇数かっていうのは、この中に、長方形、正方形が何個あるかっていうのを数えてるんですけども、それは先ほどの、戻りますね。ここですね。この話で言っていたこの S っていうのがちょうどこれ K に対応するわけです。S ってこれ面積ですから。だからそれは、この長さがモッド4で2か0なのかってことに対応しているということになりますから、この最後を読みかけます。ですか？つまり、K が偶数、面積が偶数だったら C1 の長さっていうのがモッド4で2になって、K が奇数だったら、面積が奇数だったら C1 の長さはモッド4で0になるという形にかけます。で、こうであるとすると、そこから何がわかるかというと、先ほどのその符号の話と、置換の符号の話とまとめるとこうなります。こうなります。何かというと、置換の符号っていうのは、このサイン、シグマ M っていうのは、C1 の長さがモッド4で2だったら、プラスサインシグマ M1 になって、C1 の長さが0モッド4の時、モッド4で0の時にはマイナスになるというふうに、これ前回やったことに。あったということは先ほど復習で言って、今やったのは、平路の符号の方は、各単位正方形に対して、その符号がマイナス1とできると仮定すれば、同じ条件ですね。同じ条件の時に、プラス1になるかマイナス1になるかと決まるということを言ったわけです。そうすると、この時に上の式が必ず成り立つということがわかります。ですね。なんでかっていうと、C1 の長さが、モッド4で2の時には、これですね。右辺の方は、この上かける上ですね。となりますから、それは、そのまんま、この左辺が出てくるという形になりますし、長さがモッド4で0の時には、この下かける下っていうのが、この右辺になりますから、マイナスとマイナスかけて、プラスになると。だからやっぱり、サインシグマ M が出てくるという形になって、つまり C1 の長さが何であっても、この欲しかった等式が得られるということになります。いいですか？つまり、何が言えればいいかっていうと、この仮定が満たされれば、必ず行列式を使って、パーマネント計算できるということになるわけです。この格子の場合は。ここまでいいですか？だからあとはですね、この仮定を満たすように符号付けしてあげればよいということになります。これが結論です。で、じゃあそれのちょっと例をやって休憩しますね。例えばですね、今、これは、1、2、3、4、5、6、7、8×8 の格子なんですけども、このギザギザになっているところがマイナス1だと思ってください。ギザギザのところはマイナス1。で、符号ついているところで、それ以外はプラス1です。でそうすると、今、この、符号の付け方は、どの、この正方形を見ても、必ず1個だけマイナス1の辺がありますから、これですね、各単位正方形になる、に対して、その符号の、符号がマイナス1になるようになっています。いいでしょうか。ってことは何かっていうと、この符号の付け方から行列を作って、行列式を計算すると、このグラフの完全マッチングの総数が分かります、ということになります。で、実際計算すると、まず、行列はこんな感じですね。その、元々の2部
隣接行列はこんな感じになって、符号をつけたのはこんな感じになります。まあ、私の、生成というか、書き方に間違いがなければですね。で、これの、この行列の、行列式を計算すると、まあ、この場合はこれですね。なんだこれは。ちょっと、もうコンマがないと、もうわかんないんですけど。なるほど。コンマがあってわかんないですね。1298万8816個、先ほどの、グラフには完全マッチングがあるということがわかるということですね。もちろんですね、この数、手計算してなくって、プログラムでやってますけども、まあ、Ruby とかだと簡単にできます。行列のメソッドがあるので、それで簡単に計算できますけど、まあ、それでやってます。ここまでいいでしょうか。だから、重要なのは、この格子の場合には、格子の場合には、どの正方形にも、マイナス1が必ず1個だけ出てくる。まあ、マイナス1は1個だけじゃなくて、3つでもいいんですけども、その積がマイナス1になるように、符号付けできれば、こういう計算が行列式を使ってできるということになります。この計算は一瞬です。一瞬で終わります。ぜひやってみてください。だから、この行列式を入力する方に時間がかかります。はい。まあ、大体そういうものなんですよ、計算って。で、まあ、これ、他の例ですね。今、なんかこういうふうに、それ、螺旋って言わないし、なんていうんですかね、これの、まあ、このぐにゃぐにゃになっているようなものでも、同じように、どの正方形を見ても、マイナス1の辺の数が奇数になるようにしてあげると、まあ、こういうふうに計算ができて、完全マッチングソースが分かります、ということになります。もう一個例ありますね。ですね、これは何かというと、一直線に並んでいるような形ですね。今、これ、6個、列があるものを今 B6 と書いてます。で、それに対して、今この、符号の付け方も各正方形に対してちょうど一つだけマイナス1が出てくるように作ってます。でそうすると、まあ、こういう行列できます。これは実際作ってもらうと分かると思います。そうすると今、ちょっとこの符号の付け方は、工夫していて、まあ、対角全部1なんですけども、その一つ下が全部1で、その一つ上が全部マイナス1になるように、まあ、してます。まあ、これ、名前つけてないんでね、言えないですけど、これなんか1プライム、2、3、4、5、6で、ここは2プライムかな。で、3プライム、4プライム、5プライム、6プライム。まあ、こんな感じに、頂点の番号をつけて、この行列作ってます。で、そうするとですね、で、まあ、これぐらいだったら、まあ、手計算できるかなっていう感じになりますよね。まあ、0多いんでね。で、皆さん、余因子展開って知ってると思うんですけど、知ってるかどうかって聞いちゃいけないかな。まあ、知ってるというか聞いたことがあると思うんですけど、何かっていうと、まあ、ラプラス展開っていうかもしれません。で何かっていうと、例えば、この1列目を見て、何するかっていうと、この1列目の初めの成分かける、この残ってるこの部分の行列式、マイナス、この2つ目の成分かける、この二つ目の成分と交わるところを除いた行列の行列式、プラス三つ目の成分かける、その交わっている行と列を除いた行列の積、マイナスとかっていうふうに、この B6 っていうこの行列の行列式を計算する方法があるってことは多分知ってると思うんですけども、まあ、聞いたことあると思うんですけども、まあ、それを適用すると、まあ、こんな感じで書きます。今言ったことやっていくと、この1列目に対してやると、第3成分から第6成分までこれ0なので、出てくるのはこの 2つの方だけになります。何かっていうと、1かける残りの部分の行列式ですね。あ、すいません。やってること、すいません。間違ってました。今、行を見てやります。すいません。この例では行だったですね。だから、1かける残りの部分の行列式。書いたのはここですね。すいません。で次に、マイナス1かける2つ目の成分。で、残ったところの行列の行列式を書いたのはこれですね。そうすると、今、マイナス1、マイナス1、これプラス1ですね。って感じになっています。で、重要なのは何かっていうと、ですね、ここに出てきている行列っていうのは、行列式は上の行列式よりも、
と同じ形をしている。そうですね。対角に1が並んでいて、その下がまた1で、その上はマイナス1が並んでいる。同じ形してます。で、右側は同じ形ではないんだけども、1列目を見ると1が1個だけしかないという形になっています。ので、また同じ、その、余因子展開を、この1列目に対して行うと、これはですね、この、右下の部分だけが残るわけですね。だからこれは行列式としては、1マイナス1、0、0、1、1、マイナス1、0、0、1、1、マイナス1、0、0、1、1、こうかな。こういう形になるということがわかるわけです。そうですね。そうすると、これはまた、元の行列と同じ形してるということがわかるわけです。対角の部分が1で、その下が1で、上はマイナス1と、形になっている。今、元々の行列式は、6行 6列だったんですけども、この小さくなった方は、これ、初めの方はこれ5個あって、後ろの方はこれ4つあるわけですね。そうすると、まあ、再帰的に書くと、この B6 の行列式は B5 の行列式プラス B4 の行列式という形になっているとわかるわけですね。これ一般的にできるわけです。一般的には何かっていうと、今この行と列の端が N だったら、列と BN っていうのは、列と BN マイナス1プラス列と BN マイナス2という形になるわけです。で、これ、実はこれ、見覚えのある全化式なんですね。こっちが別にあるかな？ないですね。何かっていうと、全化式の作り方っていう回があったんですけども、その時に、実はこのような、グラフの完全マッチの総数が満たす全化式っていうのを作ってたんですよ。その時は A って書いてて、その時は AN イコール AN マイナス1プラス AN マイナス2って、こういう全化式を作ってたわけです。まあ、N が3乗。今、この AN を、Z と BN としてるだけなんですね。とすると、この式が全く同じように得られてるわけです。いいですか？だから、これは、なんだろうな。つまりですね、その、全化式の作り方のところで作った全化式の列の作り方をやってるだけ。なんですね。このグラフに対して。っていう解釈もできます。ってことを最後にお伝えしたかったですね。よろしいでしょうか。まあ、こんな感じで、この全化式に導くこともできると。こうなりますね。はい。ではですね、これで、前回やり残したところの話は、だいたいおしまいで、一応まとめをしておくと、正方向子の、まあ、部分グラフの完全マッチの総数を計算しようとするときには、各単位正方形に対して、その符号がマイナス1という形になるように符号付けを行って、行列式計算すればいいです。で、同じようなことは、六角公式ですね。六角公式ってなんかこんな感じのですね。書けるかな。ただ、こう、並んでるように。まあ、こういうのでも、うまく、同じような、方法で完全マッチングの総数を計算できるので、ぜひ、これは演習問題2個ありますので、ぜひ試してみてください。はい。そうですね。で、これで、前回やり残したところは、の復習は、復習というか、おしまいで、だいたいそれに30分ぐらいかかってですね。わかりました。で、よろしいでしょうか。じゃあですね、ちょっと、休憩をしまして、2分ぐらい休憩して、2分休憩した後で、本来、今日やるべき、話ですね。飛行した経路の数上げの話をやっていこうと思います。じゃあ2分休憩します。
はい、それでは休憩終わりにして再開します。ここまでいいですか？何か質問があれば、コメント投げてください。で、今日残りの時間はですね、飛行先への風上げっていう話をしたいんですけども、多分これも準備したもの全部今日終わんないと思うので、まあ、残った部分は次回に繰り越すことにします。で、17はですね、来週お休みだということですね。調布隊片付けと呼ばれるものがありますので、来週はありません。ということは、気をつけてください。で、それでですね、今日やるのは何かっていうと、またその行列式の話が、この3回分ですね、離散大数の話が続くんですけども、別の数上げを行います。で、それは飛行差経由の数上げっていうものをやるんですけども、とですね、これはその先ほどやったそのパーマネントを計算するために行列式を使うっていうのとはちょっと経路が違って、まあ、違う形で行列式を使うという形に、そういう話になります。でですね、面白いのは何かというとですね、これができるとですね、行列式に対する組み合わせ的解釈ができるようになります。これ2番ですね。だから、それを使うとですね、行列式に関するいろんな公式が、このグラフの言葉を使って証明できるようになります。むちゃくちゃですね。まあ、これ、むちゃくちゃっていうのは、本当かいなと思うかもしれませんけども、これはできるようになります。で、その部分が面白いというか、まあ、重要なので、それをやっていきます。つまりですね、その行列式ってなかなかこう捉えどころがないものなんですよね。こう、なんでああいうふうに定義するんだろうとか、まあ、いろいろとややこしいんですけども、まあ、その中でも、このいろんな行列式の公式は、この飛行差経路の数上げっていう観点から見直せるってことをやりたいと思いますけども、この2番目の方は今日、到達しないかもしれません。ので、到達しなかったら次回やります。という形になります。ということはですね、まずこの飛行差経路と数上げって何なのかってことをまず理解する必要がありますから、そこからやっていきましょうということになります。でですね、これもこれ第1回だと思うんですけども、二項係数の話をしたときに、こういうその二項係数の組み合わせ的解釈っていうのをやりました。何かというと、A choose B っていうのがあったら、それは00から A-BB に至る単調な公式の総数です。これまあそういう例ですね。で、これはその一番下のこの頂点、点から一番右上ですね、の頂点に、まあ、登っていくイメージをしたんですけども、今日考えるのはこんな感じです。飛行差経路の数上げといって何かっていうと、その出発点が2つあって、到着点も2つありますと。で、どこから出発して、どこに到着するのかって、このペアは決まってると。その右下から、左下から出発したら、この右のこの真ん中の部分に到着してください。左の真ん中の部分から出発したら、右の一番上に到着しなさい。ということが決まってると。で、その中で、今ここに書いてあるのは、非交差なものです。この赤と青は交差してはいけません。で、交差する場合ってどういうのがあるかっていうと、例えばここ書いてみると、これ丸丸、四角四角で、ちょっとこれは色が使えないとわかんないと思うので、色変えますね。例えば、まあ、書けるかな。この、丸の方、赤い方がなんかこんな感じになってて、あ、これはまず格子戸じゃないですね。格子戸じゃないからダメですね。ちょっと格子戸書かないとですね。すいません。まあ、格子戸やってるんだから、格子戸書かないといけないので、じゃあ格子戸書くと、こんな感じですね。ちょっと待ってくださいね。だから、ちょっとすいません。絵の描き方が下手すぎたので、もう一回やります。だから今、格子を書いたから分かりにくくなったんで、格子かなり、こうしましょう。こうすると、例えば、赤の方が、だから、格子道かな。こんな感じですね。で、青の方が、こんな感じになってると。で、こうしてると、まあ、ここら辺にこれ交差してるというふうにこれ見るわけです。まあ、交差してるっていうのは頂点を共有するというふうに、定義しましょう。で、これは交差してるわけです。これ交差して。で、こういう、その交差してるのは数えないで、交差してないものだけ数えましょう。で、そうすると、この場合はですね、6個出てきます。
これ数え上げたいですね。で、もう一度、まあ、この飛行差って何なのかってことをちゃんと定義すると、今言った通りなんですけども、まずですね、設定はですね、有効グラフで考えます。今、このなんか単調にとかって言っていて、まあ、単調だってことをずっと、頭の中に、留めておくと、忘れちゃうかもしれませんし、後々もっと一般的な話をしたいので、この有効グラフで考えます。で、つまり、で、スタートは S。ゴール T とします。まあ、よく、まあ、なんで S と T 使うのかって言われると、まあ、よくわかんないんですけど、多分ですね、まあ、ソースとターゲットの略だとよく言われるんですけども、まあ、これが本当かどうかはわかんないです。本当かどうかっていうのは、後付けかもしれないところですね。なんですけども、あ、ちなみにですね、なんだろうな、土木工学とか、交通とかの、分野では、これ、ソースターゲットって大体言わないで、OD って言ったりします。OD ペアとか。オリジン書けないな。オリジン、デスティネーション。だからオリジン出発点、デスティネーションは到着点ですね。っていうんですけども、まあまあそれはその分野で使う言葉なので、大体数学では S と T っていうふうにやってます。それで、これですね。経路の始点が S で終点が T です。で、この矢印に沿って進むことしか許さないということにします。だから進み方としてはこんな感じなわけですね。で、今、この向きの付け方っていうのは、ちょうど元々の格子の方で単調になるように向きをつけているということになります。はい。で、先ほど言ってたんですけども、その2つの経路が交差するっていうのは、それに共通する頂点があることです。で、今、例を挙げてますけども、今考えているのは S1 から T1 へ至る経路と S2 から T2 へ至る経路という2つ見てて、左側の方はこの赤と青が交差しないような書き方で、右の方はこれ交差していると。そうですね。これ頂点共有してますから。いいですか？頂点を共有してたらそれは交差してます。ですか？と呼びますので注意してください。ここまでこれ定義ですけどもいいですか？いいですか？で、じゃあ、この場合ですね。じゃあ、その S1 から T1 へ至る経路と S2 から T2 へ至る経路を全部作って重ね合わせてみます。で、そうすると、ここにあるように16個経路が出てくるんですね。そうすると、じゃあ、このうち、赤と青が交差してないものだけを全部取ってきましょうと。すると、ここですね。この今、色変えたんですけども、この右上にある6個だけになります。例えばですね、この一番下にある、二つの経路、赤と青は、この左の真ん中の点を青と赤が共有してますから、これは非交差ではないと、交差しているということになります。いいですか？多分、初めに言っておかなくちゃいけないのは、この図をどうやって作ってるかですね。ですね、この図はどうやって作ってるかっていうと、赤、まず、赤だけ見ましょうと。で、赤だけ見ると、それは、一番上のパターン、その下のパターン、その下のパターン、その下のパターンって、この4つに分かれるわけです。赤の、この一番下の、その S1 から T1 へ至る経路っていうのは4つしかありません。それは、4中樹1ですね。で、その4つが、この1個ずつ行に対応していると思ってください。1つの行を見ると、そこに現れている赤の経路は全部同じです。ですか。で、同じことは青の方にも言って、この縦の列を見ると、同じ列にある青の経路が全部同じになっています。ですか。で、それらを重ね合わせるってことは、そのまま直積を取ってるわけですね。集合の言葉で言うと。ですか。だから 4×4 で16個のパターンが、その経路の重ね合わせとして出てくるんだけども、交差してないのはそのうちの6個しかありません。ということですね。で、この6っていう数をうまく出したいわけですね。この数を上げる問題は。で、どうやってるのかっていうと、それは何かっていうと、交差しているのは X なのかということに着目します。まずですね、これ全体で16個っていうのは 4×4 で分かるんですけども、じゃあ交差しているのは何個なんでしょうっていうことを考えますね。で、これ今交差しているので持ってきました。で、実は交差しているのが何になっているのかってことを、これじーっと見てるとですね、交差しているものは次のものに対応します。で、次のものを書きますね。こういうものに対応しています。今、この S1 から T1 へ至る経路、赤と S2 から T2 へ至る経路の中で、この交差するものが、この赤と青のところですね。
ここに書いてあるわけですけども、それら一つ一つに、このオレンジの経路と緑の経路の組っていうのが対応します。で、まず、オレンジと緑が何なのかってことを言うと、オレンジは、これですね、S2 から T1 へ至る経路です。で、緑の方は S1 から T2 へ至る経路です。だからその、なんでしょうね。ゴールの地点を交代させたものですね。を見ています。で、今ですね、この左上の赤と青の経路を見てみましょうと。で、それに対応して、この緑とオレンジの経路が得られるっていうことを、ここではその対応を書こうとしてるんですけども、これどういう対応かというと、今の例は分かりにくいので、どうしようかな。この左上じゃなくて右上ですね。この右上の、2つ見てみましょうと。ここですね。見てみましょうと言ってなんかちょっと大きくしようかな。大きくする方法が分かんないんだけど、大きくできるかな。大きくする方法、これかな。これはサーチですね。大きくするのは、こことは前も調べてきたらあったんですけども、じゃあ大きくしないでそのままやりますね。ですね、何かというと、今ですね、もともとの赤と青の経路を見たときに、これ交差してるんですね。交差してるからここにラインナップされてるんですけども、そうしたらじゃあ今ですね、赤に沿って、スタートから進んでいくと考えます。で、考えるんですけども、その途中で、必ず、青と共有している頂点にぶつかるわけです。交差しますから。で、赤でからスタートして、その共有している頂点にぶつかったら、この赤の経路から青の経路に乗り換えるってことをします。乗り換えですね。だからなんか溝の口で、大井町線から、溝の口だ。まあ、それは置いといて、まあいいや。それで乗り換えて、赤から青に行きます。こんな感じですね。そうすると、それによって得られているのが、この右側の緑の経路になるわけです。ちょっと色がいけないな。色変えましょうね。色ここで見ましょう。赤からスタートして、青にぶつかったら青に乗り換えると。いうことをすると、右側の緑が得られます。ですか？で、青でも同じことやるわけです。青でから、のスタートから始めて、赤にぶつかったら赤に乗り換えるとします。で、この例の場合には、この青のスタートがもうすぐさま赤にぶつかってますから、青に進まずに赤ずっと進むということが、この乗り換えた経路になります。で、それがオレンジです。ですか？だから、この赤からスタートして青に乗り換えるっていう経路は何かっていうと、S1 からスタートして必ず T2 に行くわけです。だから、そのようにしてこの緑を得られます。ですか？で、青の方は同じように S2 からスタートして T1 に行くわけです。で、このような操作をすべてのこの交差しているですね、経路に対して行うと、そこからこの緑とオレンジというのは必ず得られるわけです。ですね、そのようにして得られた緑とオレンジの経路のついているのは必ず全部異なります。必ず全部異なります。ですね、この例のように。つまり、で、何を言ってるかというと、今、この S1 から消し、この上に書いてですね、この赤と青で交差するものの数っていうのは、実は、この緑とオレンジの経路の組の数と一致しているということがわかるわけです。一対一に対応してますから。ですか？ということは何かっていうと、交差するものを数えるためには、この緑とオレンジの経路を数えて、その掛け算を取れば分かりますって言ってるんですね。今言ったことをまとめますと、こんな感じになります。本来求めたかったのは、赤の経路と青の経路の中で交差しないものです。でそれは、全部求めてから交差するものを引けばいいんだけども、交差するものの総数っていうのは、実は緑とオレンジの組の総数と等しいということが今分かったわけです。今の考え方で。でそうすると、交差、これもう出てこないわけです。あとは、この格子におけるこの経路の数が分かればおしまいです。で、それは先ほど初めに言った通り、二項係数を使って計算できますから、計算するとこんな感じになると。で、6出てきます。という感じになります。ここまでいいですか？ちょっと難しいかな。いいですか？なんか分かんないところがあったら、涙のジェスチャーで教えてもらうか、コメントをください。いいですか？いいですか？なんか反応ないと不安なんだけども、もう反応がなかったら分かったということにしますからね。いいですか？それで、
まあ、わかんなかったら後でコメントでもください。授業終わりのコメントでもいいのでください。で、これは実は行列式として見なせるわけですね。今の計算、この4チューズ 1×4 チューズ1マイナス3チューズ0、5チューズ2っていうのは、こういう行列式の、こういう行列式の値と等しいです。いいですよね。これ、2×2 の行列式。これは計算できると思うんですけども、こうなりますね。で、ここで、行列式出てくるわけです。で、今はですね、この式見て、確かに行列式に等しいなっていうふうにやってるんですけども、これ何なんでしょうね、ということを考えたいんですね。だからこれは、偶然こういうふうに一致してるんじゃなくて、実はこれ必然的に一致します。ってことを今からやってきます。で、その話がこの LGB 公式という話になって、で、ここからちょっと、一般的な話をするんですね。その有効グラフのね、一般的な話をするんで、話がややこしくなったり、記号がややこしくなるので、やっぱりここで休憩しましょうかね。これちょっと今20分しかなかったですけど、このターンは。休憩する前に、もう少しやりましょうかね。必然的に行列式が出てくるんだって話をしていきます。で、多分それで今日は終わると思います。で、設定は何かというと、有効経路を持たない有効グラフを考えるってことが設定です。これ重要です。で、先ほどは赤と青っていう2つの経路を考えたんですけども、今からやるのは稽古の経路を考えます。もうこの時点で話はだいぶややこしいんですけども、稽古の経路を考えて、まず、スタートの頂点は S1 から SK まであって、ゴールの頂点は T1 から TK まであるというふうにします。ちょっと色を戻そうかな。でも、この方が見やすい感じがするから、どうでしょう。それで、記号ですね。PSITJ と書いたら、SI から TJ へ至る有効経路全体の集合を表すと思ってください。今、この下の例だと、S1 から T2 へ至る有効経路全体を書いたら、6個あるので、この6個の経路の集合が、この PS1D2 です。で、その要素数が、これですね。右下に書いてあります。6です。いいでしょうか。で、こんな感じですね。で、で、その S1 から SK の組っていうのを、書いていくと長いので、それまとめて、この中、太字の S で書くことにします。T の方も同じように太字の T で書くことにします。で、経路があったら、それもまとめて、太字の P で書くことにします。だから、この書き方したら、K 次元ベクトルのような気分でいてください。で、これですね。この記法が、まず分かると重要で、これは何かっていうと、S、まずこの右側ですね。SI から TI へ至る経路全部を集めた集合のこの積の記号ってのは、これは直積を表しますね。集合の直積です。さっきその、赤い経路全部持ってきて、青い経路全部持ってきて、重ね合わせるってやったんですけども、その重ね合わせるってのはこの直積です。ですね。で、この重ね合わせたものを P の太字 ST と書くことにします。でしょうか。で、その中で、交差しないもの。どの二つを持ってきても交差しないものを NST と書くことにします。ですか？求めたいのはこの NST ですね。さっきの話で言うと。NST になります。ですか？で、もう一度、で、重要なのはこの直積においては、この i は si と ti の i、この数字が揃っていることですね。これが重要です。はい。で、ここが難しいんで、ここを説明して休憩しますね。まずですね、ここは何を言ってたかっていうと、要素数 K の集合上の置換を持ってきます。だから、これ今、これ、シグマはこれ置換ですね。置換です。で、このシグマ T と書いたら、この T の素位置を、そのシグマによって置換したものだと思ってください。ですか？で、ここに書いてあるその P の S のシグマ T と書いたら何かっていうと、P の SI と T シグマ I ですね。だからこれは何かっていうと、SI から
T シグマ i へ至る経路全体の集合です。で、それを重ね合わせたものが PS シグマ T ですね。ちょっとこれ下の例を見るんですけども、これ下の例は何かっていうと、シグマが、123を231か。231に移すような期間に対して、だからこれは、ここに書かれているのは、P、まあ、それに対して、この S1、S2、S3、シグマ、T1、T2、T3、カットの数があってかな、の要素です。要素の一つが、ここに書かれていると思ってください。で、この上のですね、このシグマ T の基本に習うと、このシグマ T1、T2、T3 っていうのは、これは、T2、T3、T1 のことを指していると。ことになります。ですか？だから、S1 から T2 へ至る経路と、S2 とから T3 へ至る経路と、S3 から T1 へ至る経路を重ね合わせていると。ことですね。それでこういう3つの経路の組みが得られるということになります。で、その中で非機構差なものは NS シグマ T と書くことにします。それじゃあ、この記法を見せながら休憩にしますね。見せながら休憩できないんで、じゃあこれを皆さん手元で見ながら、今から2分休憩にしますので、ちょっとこの、定義はちゃんと咀嚼して理解してください。はい。じゃあちょっと、2分休憩します。2分休憩します。はい。では、休憩は終わりで、もう一度、これですね、ちゃんと理解してもらっていいですか？はい。それで、まあ、これを使っていくんですけども、この証明したい LGV 公式というのは何なのかというとですね、これですね。何かというと、行列 M っていうのを作ります。これ何かというと、この IJ 成分が、SI から TJ へ至る経路の総数です。だとします。で、そういうふうに行列を作ります。で、そうすると、この行列式っていうのがこれになります。で、何かというと、このシグマっていう時間を全部取ってくるんですけども、その場合は何になるかっていうと、そのシグマの符号かける S からシグマ T へ向かっていく
交差をしない経路の総数です、ね。この N の方はこれ、交差しないものを表すんですね。ですか。まあその、シグマの符号が出てくるのは、なんとなく、まあこの行列式考えてるから、そうかなと思うんだけども、その中身っていうのが、この非交差経路の総数になるっていうのが重要ですね。今、これ、下のこれ例ですね。今、SHS2S3 と THT2S3 があります。で、例えば、この10っていうのは、この、何を指してるかっていうと、S1 から T3 へ向かっていく経路の総数です。これに合計数を使って、これ10と計算できます。合中図にですね。合中図にです。で、例えば、この、左下の成分、これ0ですけども、これは、S3 から T1 へ至る経路ですね。S3 から T1 へ至る経路を考えてますから、これはこの矢印に沿っていけません。から0になります。ってことで、まあ、これ行列作れて、行列式をすると、この場合1になります。ですね。それでですね、まあ、この LGV ってのは何なのかっていうと、これは人名ですね。この公式の発見に寄与した、リンドストロムとゲッセルとゲーノの、まあ、頭文字とってます。まあ、これ頭文字じゃなくて、そのままリンドストローム、ゲッセル、ゲーノ公式というふうに。いうこともあるかもしれませんけども、まあ、ちょっと長いんで、ここでは LGV にします。はい。で、今からこれをですね、まあ、簡単にというか、この証明がどんな感じなのかってことを、ご紹介します。で、これがですね、割と味わい深いんですね。味わい深いことをあんまりやってると、時間もないんですけども、まあ、これ味わい深いんですよ。で、まずですね、行列式の定義を思い出します。M っていう行列の行列式は、こうですね。これ定義ですね。これ行列式の定義ですね。で、その次の、等式は、この MI、シグマ I っていうのは何なのかってことを、ただその定義に従って書いただけですが、これ M の定義です。ですね。で、その次に書いてあるのは何かというと、これ同じ式が2回書いてありますね。これ何で書いたんでしょうね。これはいらないですね。すいません。なんで書いたんでしょう。で、その下に書いたのは何かっていうと、この、これは、この P、P、この太い S、シグマ T、太い T の定義ですね。この太い方はこの重ね合わせをした集合だったので、その重ね合わせしたものの要素数っていうのは、要素数をかけたものと等しいということですね。ってことから出てきます。まあ、ここまではただその定義に従って変形しただけなので、まあ、何も頭使ってないんですけども、ここでいいですか？頭使ってないっちゃいけないですね。難しいところはないと思うんですけども、いいですか？こういうですね、なんか不適切なことを言うから、あんまりこう録画したりして、公開してるのはよろしくないんですよね。いいでしょうか？はい。で、まあ、ここまではそんなに難しくないというか、定義に従って書き換えただけです。で、今からその何かっていうと、この PS シグマ T ですね。これが実際の、これがですね。あ、これはじゃない。これは今から言うの嘘だったから。で、今だ、で、そこに入っている、この、経路の組っていうのを1個見てみるわけです。で、それは、ここに書いてあるようなどちらかです。まあ、当たり前のこと言ってますけども、それは、互いに非交差であるか、非交差ではないか、どちらかです。で、今数えたいのはこの非交差である方なんですね。非交差である方なんですよ。だからこの非交差でない方は、この前にですね、この輪から消し去りたいんだけども、ここで、この行列式マジックがですね、マジックが効いてきて、何かというと、それが実は自動的に消えます。何か、なんでかっていうと、非交差でないものはいくつかあるんだけども、それに対応する、このシグマっていうのが、いろいろとあり得て、そのシグマの値によっては、その前に出てくる符号がプラス1かマイナス1になるわけです。で、実は、それが同数出てくるというのが重要です。何かっていうと、非交差ではない、この下ですね。非交差ではないような、この経路の組において、対応する時間の符号がプラス1であるものの総数と、対応する時間の符号がマイナス1であるものの総数が一致します。つまり、非交差であるものというのは、この輪の中で、この符号がプラス1になるものとマイナス1になるものが同じ数だけあるので、消えます。
KT 非交差であるものは残るっていうトリックがあるわけです。それで証明が終わるんですね。いいですかね。ちょっと、だからそれ今書いてみると、今言ったことが正しいとすると、何が起こるかっていうと、この P、S、シグマ、T っていうものの中で、非交差なものだけ持ってきたのがここです。で、交差するものを持ってきたのがここです。いいですかね。で、それを二つに分けたのがここですけども、今言ったのは何かっていうと、この交差しないもの、交差しないものを一個一個見ると、この符号がプラス1になるものとマイナス1になるものが同じ数だけできます。ので、この後ろの輪が、この後ろの輪が最終的にこれ0になります。いいですか？だから例えば、今ここのこの集合、この交差する経路の数、総数がこれ10だったとしますね。10だとすると、この符号がプラスになるものが5個。マイナスになるものが5個、マイナスになるものが5個出てくるわけです。でそうすると、これ全体として5マイナス5で0になるということになります。だから、この非交差な分だけが残ってきて、LGV 公式が証明できるという形になります。この流れはいいですか？今からやるのは、この交差するものが、同士が、を見たときに、この符号がプラスのものとマイナスのものが、の数が一致するってことを今から見ていきます。いいですか？で、それを見るために、まずイメージ図をご紹介します。これイメージ図ですね。何かっていうと、S1、S2、S3、だからこの例は、これ K が3の例ですね。K が3の例で、これは、S1 から T1、S2 から T2、S3 から T3 っていうふうに言ってるんで、これは、対応する置換、シグマっていうのは、どうなってかっていうと、1から1に行って、2から2に行って、3から3に行って、まあ、こういう、置換を考えたわけですね。で、この時の、置換の符号は、これ、交差の数が0だから、プラス1になります。で、何を考えるかっていうと、今これは、交差している経路です。交差しますね。で、何考えるかっていうと、S1 から T1 に沿って動いていくと、これ、どこかで今ぶつかってますね。他の経路とぶつかってます。で、初めにぶつかった頂点を今 V と呼んでます。で、先ほど、コースの時にやったんですけども、ここで乗り換えるんです。今、この赤に沿って進んできたんだけども、この共有している頂点が来たら、その共有された経路である緑の方に乗り換えます。そうすると、別の経路が得られます。で、緑の方は、まあ、赤に乗っ取られたので、緑の方は、その同じ頂点まで来たら、今度赤に乗られていることをします。で、青はそのまんま。だとすると、別の経路の組が得られるわけです。こんな感じになります。ですか？こんな感じになります。こんな感じです。そうすると、これは別の経路の組が得られるんですけども、ここにおいても V はやっぱり2つの経路で共有されているわけですね。だから、もともと交差している、経路の組があったら、このように組み替えた後も、経路の、経路は交差していることになるわけです。で、こうすると、行き先変わるわけです。もともとは S1 から T1 に行っていたものが、この組み替えた後の経路では S1 から T3 に行っていることになります。だから、置換が変わるわけです。もともと、先ほどの図をもう一回書くと、このシグマってのがあったんですけど、これは1から1、2から2、3から3に行っていて、その符号っていうのはシグマはプラス1だったんだけども、こちらの今組み替えた方だったらどうなってるかっていうと、1から3に行って、2から2はそのまんまで、3から1に行っていると。こんな感じになるんですね。まあ、じゃあこれシグマプライムしましょう。そうすると、これは交差3回してますから、その、符号、これマイナス1なわけです。何を言ってるかっていうと、左のような交差している経路があったら、この組み替えを行うと、符号が違うものが得られる。しかも交差しているわけです。で、今これは、左から右っていう変換を行ったんだけども、同じ操作を右から左にやると、どうなるかっていうと、S1 からスタートして V に行きますね。で、V に行ったら、今度は、水色に乗り換えるわけです。今何言ってるかというと、同じ操作を
左から右を得るのに使った同じ操作を、右から左に、右に対して適用してみる。そうします。そうすると S1 からスタートして、初めに共有している頂点を見たら、そこで乗り換える。ということをします。そうすると、得られる経路っていうのは、左の赤側と一致するわけですね。この青の方も、青というか水色の方も、その、操作をすると緑に変わります。から、今、この右側の経路に同じ操作を適用すると、やっぱりこれ戻るんですね。つまり、この操作によって、交差している経路で符号がプラス1のものとマイナス1の間に、ものの間に1対1対応ができる。一対一対応できるということは何を言ってるかっていうと、この左側の方に現れる経路の総数と右側に現れる経路の総数は一致するってことを言ったんです。一対一対応ですから。前端者ですから。だから先ほど言ったことは成り立ちます。というのが証明のコスチです。コスチというアイデアです。よろしいでしょうか。で、まあ、確認しなくちゃいけないのは何かっていうと、本当にこの操作によって、この痴漢の符号が必ず変わるのかってことは、ちょっとこれちゃんと一般的に言う必要があります。今この例では、なんかイメージ図。いいですけどね。ちょっとそれをちょっともう少しちゃんとやっていきます。で、それを見るためには何を見ればいいかっていうと、この、もともとですね、何度も書いてますけども、こう、1が1、2が2、3が3に移るっていう、シグマっていうのがあったんですけども、で、この右側はですね、だからシグマプライムっていうのは、1が3、2が2、3が1に移って、こういう、こういう、痴漢だったわけです。で、これどのようにして得られてるかっていうと、この元々のシグマっていう痴漢に1と3を入れ替えるっていう痴漢を適用してるわけです。合成してるわけです。で、合成するとこのシグマプライムっていうのが得られます。だから、このシグマプライムっていうのは、どっちが先か、ちょっと、これは、書き方が難しいんですけども、だから、ちょっと、間違えないように書くために、ちょっとここは、シグマプライムはシグマと、今、じゃあここに書いてる、この、痴漢も π だとすると、このシグマと π の合成です。ちょっと順番が今、つぶさにわかんないので、合成と書いちゃいますけども。なので、何かっていうと、このシグマプライムの、符号っていうのは、シグマの符号かける、π の符号になるわけです。π っていうのは、1を3に移して、3を1に移す。で、2は2のままって、こういう、なんだっけ。痴漢ですね。だからこれ今、平路記法って前回やったんですけど、平路記法で書いてます。で、平路記法において、符号は何だったかっていうと、偶数長平路の個数です。で、この場合、偶数長平路はここに1個しかないですから、π の符号っていうのは、これはマイナス1なわけです。個数の偶形で決まります。偶数長平路の個数の偶形で決まります。で、この1個だから、マイナス1になります。そうすると、これは、その計算やると、これは、マイナス、サインシグマになると、わかります。今ですね、この操作ですね、この操作っていうのは、この、V で乗り換えるっていう操作は、その乗り換えた経路の終点を入れ替えるっていう操作に対応したわけです、この痴漢においては。だから、必ず、そのような痴漢π というのは、偶数長平路をちょうど1個だけ、長さ2の平路をちょうど1個だけ持つような形になっています。だから必ずその痴漢の符号はマイナス1になります。だから、ここに書いてあるように、その符号を必ず入れ替わるっていう性質を持つようになります。つまり、左側の痴漢と右側の痴漢の符号は必ず異なるってことになって、痴漢がプラスであるものとマイナスであるものの間の前端者が得られる。一対一対応が得られるということになります。いいでしょうか。この後に書いてあるのはそれを文章にしたもの
になります。だから証明のアイデアというか、証明はこれでほぼ終わりになるんですけども、よくわかんないですよね。どうでしょう。文章見ます？文章を見ないでここで理解したいかっていうのは皆さんの判断なんですけど、どうでしょう。特に反応なしなので、じゃあ進みますね。で、じゃあ今やったことをちょっと文章で書きます。何をするかっていうと、交差しているような経路を持ってきます。経路ですね。この例。で、次を満たす IJ と V を考えます。何かっていうと、とりあえずその PI が他の経路と交わるような最小なんです。今ですね、この1、S1 からスタートした経路が、他の経路と共有する頂点を持つっていう場合ありますけど、もしかしたら、この赤をたどっていっても、他の経路と頂点を共有しないことがあるかもしれません。ので、まあ、そういうことが起きた場合には、次はじゃあ S2 を見てどこか共有してますかってことを考えるとですね。で、そのようにして、他の経路と交わるような最小のストレージ I っていうのを見つけます。で、それで、初めてぶつかる頂点を V とします。これここですね。で、それで、その乗り換えられる方の、経路のことを、のストレージを、PJ とします。だこの場合、この例の場合は、I が1、J が3、ここは V ですね。V はここ。こういうことになります。で、まあ、このようにして I と J と V を決めて、先ほどのように乗り換えるっていう操作をします。で乗り換えるっていう操作をすると、これですね。で、まあ、乗り換えた後の、経路のことを PI プライムと PJ プライムで書くことにしましょう。まあ、この下の方、これが、この例だと PI、P1 プライムになります。でしょうか。で、そうすると、何が言えるかっていうと、その新しく作るその PI と PJ を PI プライム、PJ プライムに入れ替えた、右側ですね。こちらはもう非交差ではない。この V のところで交わっているから非交差ではない。ということになりますし、先ほど言った通り、このシグマプライムですね。シグマプライムの方っていうのは、Pi とシグマを合成したものになる。で、Pi の符号は必ずマイナス1ですから、シグマとシグマプライムの符号は異なる。となって、一対一対は得られます。ということになります。あ、一対一対は得られる。まあ、逆もできるですね。逆もできるってことを超えてます。逆もできます。新しくできた、この、経路も非交差ではなくて、同じ操作を適用すると元に戻ります。だから、これですね。非交差でない経路の経路を考えたときに、対応する時間の符号がプラス1であるものと、マイナス1であるものの総数は一致します。だから、行列式において、これらに対応する項が消えて、非交差のものだけが残るというのが、LGV 公式でしたということになります。最後の文章のところは駆け足になりましたけども、初めのイメージ図の部分をちゃんと思い描いていただければいいと思います。いいでしょうか？いいですか？じゃあ、これ使って実際に数上げしてみるってことをやりますね。何かっていうと、先ほどの、こういうその格子の例というか、その S1、S2 とか T1、T2 の置き方っていうのは重要なポイントがあって、何かっていうと、非交差になるようなシグマっていうのが高等値間しかない。つまりなんかその S1 から T3 に行って、S3 から T1 に行こうとすると、あ、こっちか。これはいけないですけども、この例だと。だから S2 から T2 に行こうとして、S1 から T3 に行こうとすると、これ必ず交わってしまう。ですね。必ず交わってしまう。だからその交わらないのが必ず高等値間しかない。S1 が T1、S2 が T2、S3 が T3 に行くものしかない。っていうふうになると、この行列式から、その交差しないものが直接求められるということになります。なんでかっていうと、交差しないものだけ出てくるっていうのが先ほどの LGV 公式だったので、その交差しない、そのシグマが高等値間の場合だけがこのに出てきて、その時の符号はプラス1だから、符号はプラス1になるという形でこうなります。だから先ほどの原理っていうのは、この原理を使っていたことになります。ですか。
まあ、これ使うと、まあ、もう少し大きな例でも計算できる。こんな感じですね。SHS に S3、THT に T3 っていうのがあったら、これはその、行動機関以外の場合必ず交差してしまうので、この行列式計算すると、そのまんま飛行差の経路の数が求まるということになります。この二項係数はその、あれですね。この単調な経路の数が何個あるかということで計算しているということになります。演習問題にもこういう例があるので、ぜひ皆さんも計算してみてください。この続きの部分っていうのは、重み付きの話があるんですけども、これはじゃあ次回に残して次回やっていきたいと思います。はい。それではじゃあ今日はこれで授業の部分は終わりにしたいと思います。